皆さんこんばんは、キャンディーレインです。それでは5月14日のメンテーマ関係チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、今週もなかったと思うんですけど、見ていきますけれども、コンテンツエレテアですね。はい、忘れられた忘却の証が追加されました。まあ、エレテアはですね、ちょっとまあ動画、あの頃からちょっと仕様いろいろ変わったんですかね。基本なんかのアイテムがないと入れない感じだったんですけれども、はい、まあちょっとすいません、ちょっと仕様変わってたら申し訳ないですけれども、でデボレカリングが、追加されました。まあエレテアの試練がだから、まあ なんていうかそんなに、そうですね、なんかちょっとコンテンツとしてあまり利用されてない感もあったかなと思うので、はい。でツングラドですね、と依頼知識 UI 補修ログが分かるようになったですね。はい、あとウェブにした、まあで、あと馬関係といえば、ちょっとまあラクナを得る方法の説明が修正とか、はい、あとは馬に関してはまあない感じだと思います。ということで今週も、はい、以上で馬関係はなしということで、はい、次に、まあ、クーポンも見ていきますけれども、まあ、そよ風演奏会のクーポンが追加されてますので、はい、入力を忘れなくということと、あと開催中のイベントですけれども、まあ、9周年記念開催中イベントとしてですね、はい、新規イベントとしてギルド、はい、イベント、あと Steam でパッケージセール、あと1年後の自分にデカミを書いた人にジュークボックス、まあ馬には関係ないんですけれど、10年後じゃない、1年後の自分へ、1年後ですね、5月14日から2週間ほどですね、冒険者以下のリンクから、便箋を取り出してみましょう。これなんかあれですかね、ちょっと、ああ、まあなんかあるので、ここに用意して書くと、まあ、参加賞としてジュークボックスがもらえるということだと、まあ、抽選でも、パッケージがもらえるということですね。はい、であとマグヌスの通行料が1シルバーに、これも2週間ですね。であとギルドメンバーと団結して、ミッション、そうですね、まあ、2回ギルドボス召喚が2回と特別ミッションとですね、まあ馬に関してはないと思うんですけれども、はい、ということで、あとログインするだけ報酬もらえて、うん、まあこれはですね、馬に関して何かありそうなんですけれども、ないですかね、今回ない、今回ないですか、ね、新規の方もちょっとないので、馬に関しては特になしということで、はい。あと、デイリーログイン報酬がまたありまして、まあ、こちらは、そうですね、はい、ありますね、これ、まあ、この辺ですね、スクロール、この辺、この辺に馬関係、あと、こちらですね、こちらとかにもちょこちょこあるので、まあですね、ログインはお忘デイリーログイン報酬の方の受け取りをお忘れなくということです。はい、あとも進行中のイベントなどでパスしていきますので、まあログイン報酬をもらうのを忘れないでくださいっていう感じですかね。はい、あとログオフとですね、馬
ホットタイム、そうです。あ、これホットタイムが、続いてますので、はい。これ先週あれだったかな、メンテナンスまでありますので、あと1週間ですかね、はい。真心の印象で、こちらが、無双のものが交換できるので、これお忘れなくということですね。まあ、3回なので6枚です。6枚、計6枚。受け取りを忘れなくということと、レッドガーモスとログイン方式。まあ、ログインは、必ずっていう感じですね。割と長くからある分なので飛ばしていきますということで、あとこちらの方はです、当選者の案内とか、あと新衣装ですね。はい、あとはまあ、そうですね、まあ特に、はい、ないので、まあまあ、印象の交換を忘れないことと、あとログイン報酬もらう感じですかね。はい。ということで、以上でイベントも見たのと、パール商店見ていきますけれども、コーディネートのやつと、パッケージですね。あ、もう。はい。で、馬に関しては、2週間ですね。はい。どれかと、なんか11個なので、まあ、だいぶ安いとは思います。なんで割引価格が入ってないのかちょっとわかんないんですけども、割引価格で割引率。まあ、これはお得なのではと思います。どれか一つですね。スキル確定券1個が700ぐらいなので、だいぶ安いと思うので、これはお買い得だと思います。あとは、割引、こちら割引、角笛の天板のやつですね。はい。なので、まあ、スキル変更券と確定券かと、まあ、天板の角笛ということで、以上で日本の方を見たので、次。グロラボ見ていきますけれども、あれ、グロラボ17、ちょっと待ってください。一覧を見る、あ、最新こっちでした、間違ってます。17ですね、はい、のグロラボですけれども、ギルド関係ですね。ギルド、まあ、拠点戦とか占領戦ですかね。はい。で、あとは、船関係の、海洋関係の強化と、あとはまあ、馬に関しては別にまあない感じでいいと思います。はい。縁の称号、インターフェース。あと、こちらにもまあ、馬に関しては特になしということで、はい。次、韓国見ていきますけれども、韓国一つこれ気になってるのがですね、そう、これ日本に今週は来てないんですけれども、これ幻想馬を捕まえろイベントなんですね。はい、日本に来てないので、ちょっと直通5周年を記念して、ダイレクトサービス5周年。これ何のやつなのか、ダイレクトサービス5周年っていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、日本にはないですけども、韓国ではありますね。はい。53頭。
ということで、ちょっとこれが気になってるんですけれども、まあ、日本にあんま来てないですね。はい。で、これは印象のやつですかね。あ、これ。これも日本で終わっているはずなので。これ5月4で合ってる、合ってる。ちょっとイベントがずっと続いてるので、インパスしていくと、コンテンツに関しては、まあ、馬に関しても、まあ、なさそうです。ね。はい。ということ、あ、ないですね。まあ、拠点戦。はい。見出せたか、ウェブアップデート。ということで、以上で、韓国もまあ特にないので、あと、インベンですね。で、インベンなんですけれどもね、これ5月10日以降ないので、見るものないんですよね。はい。ということで、まあ、あとは、ちょっと中でパール商店見て終わりたいと思いますので、お待ちください。はい、それではパール商店ですけれども、まあ、さっき言ってたですね、さっきまた、券変更券、これとですね、あと天馬の角笛ですね、はい、の割引が来てます。で、マイレージについては別に新しいものはなくて、はい。で、衣装についても、まあ、機能性については特になくて、あとペットも、はい。狛犬の関係がなし、まあ、あと鳥とかもない。なしで、だと登場物ですけれども、これですね。これが、だから11個なので、普段、これ1個だと、まあ、64なので、700、まあ、これと、そうですね。700円ぐらい、700パールぐらいするので、まあ、3割引きぐらいですかね。って買えますので、はい、お得です。あと、こちらが、これ2週間ですね。はい。ということで、ですね、今週も、まあ、シンプルに、はい。まあ、地道にログインして、まあ、馬放置してって感じになります。ということで、以上で5月14日のメンテ馬関係チェック終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。